はい、じゃあ石毛博道さんの日を、はい、またまたよろしくお願いします。いや今日はね、はっちゃんね、はい、一つ、まあ、はっちゃん今あの帯クラブの方もやってる、はいはいはい、あれもあの大変な仕事だと思うんだけど、よくね、あの、いやいやいや、受けましたね。旗から見ててね、うん、なんかもう少しやりようがあるんじゃないのって、はいはいはい、でなんかイベントがあると八木沢理事長に、うん、こうしましょうよ、ああしましょうよって言ってたんですよ、はい、そしたら、うん、お前ちょっと事務所に入るって言われて、はっ、八木沢さんに言われたの。はい、それでまあちょっと事務所の中見ろって、はい、まあ、まあ署員っていうかね、皆さん、事務所ってどこにあるの。錦糸町にあります。錦糸町で、スタッフは大体10人くらいいます。はい、でそれで、まあ、入っていろいろ見たら、あ、こういった人間関係あるんですねみたいな、うん、まあ、それはそれとして僕は人事権ないんでね、はいはい、うん、だけどちょっとこういうスタッフが足りないよねみたいな形で、タワ、うん、さん出たことあるでしょ、マスターズリーグ。ありますよ、あれずっと出てましたもん。でしょ、第1回はベスト9でしたから。あ大阪で優勝、大阪じゃなかった、そうだったかな、はい、あ、僕名古屋、あ、そっか、名古屋89ers っていうね、はい、僕は3年目から札幌アンビシャスにお世話になったんですよ。札幌いたね、はい、で、うん、そこにいた運営やってた東っていう人間が、東君と言いましたね、ちょっともう仕事をなくして遊んでたもんですから、はい、じゃあ東ちょっと中に入って、うん、ちょっとなんか一緒に手伝いよみたいな、一緒に、はい、それでまあ八木沢理事長に相談して、はい、お、いいじゃないっつって、で入れて、で今こういうご時世ですから、うん、もうコロナ禍で全然ほら野球教室とかできないじゃないですか、活動がしづらいですよね、はい、うん、でそうするとうちのこれ1丁目1番地5月になってた全国少年少女野球教室が、はい、あれは全国でね、あれが一つ一番の売りでしたからね、はい、うん、で OB 会員がだいたい500名近くね、全国に散らばってやってたんですけど、それができないという、はい、でね、なんかこうできないと OB の結束も弱まるし、うん、なんか言い方悪いんでしょうけど、生存確認みたいなもので、お元気だった元気だったみたいな、もうそういう年になってきましたね。もう70近いんでしょ、うん、そういう年になってきました。そういうふうにほら昔の仲間って会うのもいいじゃないですか、はいはいはい、それができないということで、で、うん、今時代はほら IT とかデジタル化になって、はい、まあ、ギガ教育だとかタブレット持つようになって、はい、でこういった YouTube が流行りだしてきて、はいはいはい、じゃあうちに若い社員がいるんで、うん、君たち何か考えて、俺はもうそういったギガ教育的なタブレットを使ってね、うんうん、勉強するのもそうだけど、はい、ちょっと合間にこういったタブレットを見て、野球少年がお父さんがちょっと指導的なものを見て勉強するのもいいんじゃないみたいな、そうそう、そういう人いっぱいいますよね、はい、今だからそこでみんなが発信して、みんなが見れるように、はい、うん、でそういったものを立ち上げようよって今やってるところですよね。いや、だから僕も関西のね、あの OB クラブの幹事やってたのよ。うん、やってた。やってたの。でもわし辞めちゃった。そう。いかんでしょ。なんで辞めるんですか。月1回は必ず、はい、あのみんなで集まってね。はいはい、でお茶飲みながら、はい、あのいろいろ話するんだけども、はい、その内容が全くないのよ。ああ、と思います。思うでしょ。はい、思います。これ何ヶ月もね、行ってね、うん、これ僕何のために行ってんのかなと思い出して、はいはい、うん、これはもういらない。うん、できたら外れていいですかっていうことで、うんうんうん、外してもらった。それで好きな釣りとか今が行ってるわけですか。まあまあまあ、それは行きますよ。それは行きますけど、うんうん、まあでもあのだから OB クラブがあの時の OB クラブって本当に名前だけのね、うん、感じがして、だから石毛がその OB クラブに今度入って、はい、そこでこうちょっと活動しようっていうので、はい、ちょっと僕もその YouTube 見たりしながら、はい、あ、うん、動き出してんなっていうのをね、うんうん、ちょっと感じ出したで。復帰してください。いやいやいや、もうちょっともうもうちょっと若い人に言ってちゃう。今関西八木がやってくれてます。八木、はい、広志、はい、上田二郎さんがずっとやって頑張ってくれて、あ、二郎さんね、はい、うん、で顧問になっていただいて、はいはい、ちょっと若い八木さんを入れて、はい、なんだ、で確かにね、うん、僕もこういろいろ出てたんですけど、はい、意見は出ないし、出ないでしょ、事務方からいろんな報告があって、うん、それで終わりみたいな。そう、僕は最初のうちちょっと意見言ってたんだけど、はいはい、言っててもそこでふーんって聞かれるだけで終わっちゃうんですよ。だから、あ、これはちょっと組織としてはどうなんかなと思いながらね、うん、一応27年の歴史がございます。そうか、はい、でまあ僕がそういう限りいろいろ意見を言うようになって、うん、ちょうどあの頃はね、太陽の中塚さんとか中塚さん、ね、いらっしゃったんですよ、はいはい、でそしたらお前が会議に出るようになってなんか
活発になってきたなみたいな。そうだと思いますよ、はい、あの僕よく、まあ、今本当脇からですけど、うん、感じるのは、うん、あの僕らがああやってやってた頃のよりは今の方がちょっとなんか活動してるなっていう感じです、うん、はい、はい、あの広岡さんにあの八木沢さんとインタビュー行ったりとかねあれも面白いじゃないですか。緊張しました僕はずっと。まあ監督だからね。そうだ。でもああいうこともやっぱりね、あの OB クラブとしてやっていくって面白いなと思ったりね、うん、だからああいう地道な活動とあとは参助会員ということの、ああ、うん、まあ、どうやって知らしめて会員になっていただくかというところで、今 OB もね30代40代50代60代70代80代の方もたくさんいらっしゃいますけど、はいはい、そういう参助会員の方に例えば30代の OB 会員の中でベスト9とか、ベストメンバー選んでオールスターを選んでいただいて、うんうんうん、その30代と草野球の30代が対決するとか、あれ60代、まだ30代は動けますからね。でいやそれがすごいんですよ。あのこの間やったら吉見だとかまだ若いじゃないですか。あの中日のね、そう、はい、バリバリ投げるんですよ、うん、それはね、草野球チームなんて打たれるんですよ。ちょうどいいスピードなのよ、ね、うん、多分、うん、ちょうどいいスピード。いや草野球すごいなと思って、レベル高い、真剣にやってるし、やっぱり普段から動いてる人たちは強いね、うん、でね、60代 の, その早朝野球とか、うん、はい、ロータリークラブがやってるチームがあるんですけど、うん、これもまたなかなか面白くてですね、はい、でそういう年代にあった、はい、まあ、皆さんと野球ファンとオールドファンとレジェンドたちが戦うようなイベントも今、はい、考えてはいるんですけどね。そう、はい、あのやっぱりいろいろとイベント考えてますね。いやいや考えなかったって OB がね集う場所がなくなってしまうんで、いやそうなんです、まあ、これコロナ禍これ明けてから、うん、ちょっと余計になんかそういったか、まあ、活動が活発になるのかなというところはしてます。あとは特別今度これからこう新しいことをこうやっていこうっていうのは何かあります？そうですね、まあ、YouTube も OB クラブ独自で始めてはいるし、うんうん、ね、これがだいぶファンが多くなってきたし、多くなってきましたね、はい、で利益が上がるようになってきました。あ、そうだから、まあ、ある面では公益社団、公益の、ね、公益社団法人なんで、はいはい、あのあまり利益上げてはいけないっていうところなんですよ。それでも、うん、まあ、あの昔はボランティアで奉仕しましょうって言ってたんですけど、うん、時代が変わってきて OB の方々も生活苦しいという方もいらっしゃる。今の若いあの選手たちと違ってね、はい、なんかみんな名前が通ってる割には、はい、苦しい生活をしてるんですよ。そうなんですよ。これが現実ですよ本当のこと言って、はい、だから、うん、でその後広岡さんが中心になってセミナーを開いて、はい、スキルアップしたものがあるんですよね、はい、でそういったやはり特殊技能を持った人間が選ばれた人間、うんうん、でなんかセミナーを開いて、はい、みんな勉強会をして指導するスキルアップを図ってるわけですよ、はい、だったらそのスキルは、それに対するフィーはいただいてもいいんじゃないですかっていう、うん、でそれなりの指導なり襟を正しての活動なり、はいはい、そんなことをしながら野球界の底辺と、まあ、レベルアップを図るためには、フィーをいただきましょうというところなんですね、はい、ですよね、はい、だから僕らもあの5月5日、うんうん、全国野球少年野球教室、はいはい、ああいうのはあの、まあ、1年1回ご奉仕しようという気持ちで出てましたけど、うん、はい、あのそれ以外の部分でまたこうどうですかどうですかって来てもらうんだけど、うんうん、あまりにも、うん、まあ、収入としてはならないんですよね。ならないですね、うん、だからそれをOB クラブとして、うん、まあ、そういう、まあ、スポンサー的なところをうまくね、うんうん、見つけて、うん、それなりのそんな高いギャラを欲しいとは言ってないと思うんですよ、はいはい、皆さんね、はいはいはい、だけどもうちょっとなんとかしてあげられないかなっていうのは僕もあの役員みたいなのしてて感じてたんです、うん、あの少年少女行くと1回2万円いただけるんですね。こんな数字が出していいのかどうか分かりませんけど、でそのうちの1万円を年会費で納めてくれる人が多かったんですよ。はい、でそれができないと年会費も徴収できないんですよ。できないからね。ですよ。だからもう、うん、もう強制的にまあいただきますよみたいな感じでね。はいはい、だから僕の中では今最低3万からあるいは5万くらいですよね。マックス5万くらいは欲しいなと思って、うんうん、まあ、そういった今度スポンサー活動を営業しに行くんですよ。で、今年取り組んだのが、うん、OB クラブと中大連のいわゆる中学の野球部ですよね、はいはい、中学の野球部が部員が少なくなってきている、先生方の働き方改革があって週2日3日休みなさいよってい う、 あ、そうか、中学校の野球部に入ったけど、はい、野球未経験者の指導じゃうまくならない、週2日3日やったらうまくならない、はい、
そこに今度は我々が外部指導員という形で入っていって、全国に散らばっている OB の活躍の場になればいいかなとは思ってまして、そういうものを語って営業しに行ったら、大東健拓さんがですね、スポンサーになっていただいて、バックアップしましょうって言われて、で、1回行くと、4、5万はいただけるようにしたんですよ。それだとやりたいって手を挙げる人がいっぱい出てくると思うんですよ、そういう面ではお互いにね、そうなんですよ、ウィンウィンですよ、でね、ご存知のように高校野球は高野連は、そういったスポンサーのユニフォームを着ていくのが商業ベースになって、ちょっといろいろ制約がね、厳しいですからね、中大連は OK なんですよ、中学まではね、で、会議の中で、いや高校野球はそう来てるのに、中大連でもまずいんじゃないのって言われたんですけど、じゃあ確認していきましょうって、教育庁行ったり教育委員会行ったり文科省行ったりして、これはどうなんですかって言ったら問題ありませんって言われたんで、でそのいわゆる中学生も今はだいぶもう混ぜては来てるし、理解力が高いんだろうから、実学的にいや皆さんねって、なんか野球以外に例えば学習塾行きますよ、ピアノ教師行きますよって言ったら、学習月謝っていうのがかかるじゃないですか。かかります、なんで、ね、かかるでしょ、習い事するにはお金かかるんだよねって、で我々プロ野球 OB は君たちに野球を教えたい、君たちは野球を学びたい、で月謝は君たちに出せない、だったらこういう方が民間で頑張ってる企業がいて、その活動に我々も協力しましょうと言ってくれたのが大東健拓さんですよって、から皆さんもなんか大人になって何かあったら、ちょっと大東健拓が頭に入れておいてねっていうね、そこでちょっとね、貢献すると、実学っていうか、社会ってそうなってんだからね、みんなちょっと、中学時代からちょっと覚えておいてよくらいのものは伝えながらですね、始めていくんですよ。いいですね、それ本当実現したらいいですね。はい、いや今やってます、今年からスタートして、しますか、もう実現。東京都の方では、高校中学3年生が高校入る前の公式になれる期間の練習したりですね、今回は神奈川行って茨城やってんですね、やりました。でコロナでだいぶ中止になっちゃったんですけど、ここに来てありましたからね、